お前バージョンと俺バージョンやる。はい、やる。はい、どうも、三島です。はい、どうも、三島です。今回はレストランで完璧に修行して料理経験の深い俺が料理の作り方っていうのを教えてあげよう。今回作る料理はコロッケ。まず用意するものはコロッケ。このコロッケを半分に割ります。この中身をくり抜いていきます。で、このコロッケをまず食べます。この顔やめろ。コーラの企画取るか。そしてこの具を掴んでね、まずまとめていきます。そしたらまずこのコロッケを半分に割って食べます。そしたらこれを丸くまとめてこうしていきますね。これは一旦捨てます。そしたら次はキャベツを用意します。そのキャベツをぐるぐると巻いていきます、ね、そしたらこの包丁を使って千切りしていきます。そして千切りできたキャベツをね、フライパンで温めていきます。出します。そしたらこのキャベツも食べてしまいましょう。そしたらそのままトイレに行きましょう。ブスチチムブブチチチチムリリリムブブブブ。出てきたものが、そしてこのコロッケをもう一度半分に割ります。くり抜いていきます。食べます。トイレに行きましょう。出てきたものがこちらです。そしてこのコロッケをもう一度半分に割ります。くり抜いていきます。食べます。トイレに行きましょう。出てきたものが2年後。まあコロッケができたということで、コロッケを食べてみましょう。落ちがむずいな。無理やり落ち着けよ、曲に。